どうも、竹橋です。はい、今回なんですけども、兵庫県伊丹市にある猫カフェ行きたいと思います。名前がね、兵庫県伊丹市にあるスマイルアゲインさんのとこですね。めちゃくちゃ楽しみ。私ね、猫を実家にいるんですよ。コアクくんとサスケくんっていうね、どっちも保護猫なんですけども、そうね、スマイルアゲインさんっていうのはなんか保護猫に幸せになってほしいみたいな、そういう場所なんですよね。だからぜひね、皆さんもこの動画を見てぜひね、行ってみてください。猫の可愛さをね、伝えていければいいなと思っております。はい、それではやっていきましょう。レッツショータイム。この先行ったらあるから、ここから向かっていきましょう。マジ楽しみ、めっちゃ楽しみやわ。レッツニャンコ、レッツニャンコ。さあ、到着しました。こちらスマイルアゲインさんですね。伊丹市のね、桜台小学校とかの近くにありますね。昔走ったことがあるところです。こちらはね、家のリビングでまるで猫と一緒に遊んでいるかのようなアットホームな猫カフェとなっております。こちらご利用料金表ですね。60分ワンドリンク付きで1200円となっております。30分延長で500円ですね。お子様料金は設定しておらず、大人と同じ料金となっております。小学生未満のお子様の入場はお断りしているとのことですね。小学生以上、高校生未満の方は保護者同伴にて入場可能となっております。こちら里親募集中とのことですね。それでは入店いたしました。早速ね、猫ちゃんの姿が見えます。可愛いですね、この黒猫ちゃん。そしてこちらね、人気投票みたいなやつかな、どの猫ちゃんが人気あるのかみたいなのがありますね。今からこの子たちに突撃していきましょう。早速ね、寝ているニャンコさんたちがいましたね。優雅に毛づくろいしていますね。突然猫ちゃんに声をかけました。すると猫ちゃんが反応、突然触ってしまい申し訳ございませんでした。お、ドリンクがね、到着しましたね。私はね、ウーロン茶を頼みました。たくさんのニャンコがいますね。寝ているニャンコはね、実家の猫そっくりでしたね。そして駆け足ね、なんとここでコイキングのおもちゃを発見します。このコイキングで猫ちゃんをおびき寄せようとしてるんですけど、なかなか反応してくれないですね。猫ちゃんと遊ぶというよりも猫ちゃんに遊ばれている人間みたいな感じになってますね。このね、黒猫ちゃんと白黒の毛並みの猫ちゃん、可愛いですね。ちょっと反応してくれてるんですけどね。今からこの子たちと遊んでいきたいと思います。この子結構胴体長いね。この黒猫ちゃんはね、尻尾が短いんですよ。珍しいですよね。日本猫やと思うんですけど、違うかな、どうなの。なんかね、ものすごい視線感じるなって思ったら上から見下ろされてましたね。この子たちもまだね、ゆっくりしてるんですけど目を開けてますね。うん、ゆっくりしてたらね、足元ににゃんこ来たんすよ。なんで遊んでますね。この子は人気の猫ちゃんですね。結構ちっちゃくて、この子はちなみに生後4ヶ月らしいですね。めちゃくちゃ若いのでやんちゃですね。そして駆け足ね、やっとやっとですよ、ついにね、猫ちゃんに遊んでもらってます。見てくださいよ、このね、
尻尾の短い黒猫ちゃんが相手をしてくれました。見てこの暴れ具合、めっちゃ可愛いよな、子供って感じ。何歳なんやろね。さっきおとなしく見えてんけど、尻尾短いでしょ、わかるかな。尻尾がねかなり短いんですよこの子、珍しいと思う。そしてね、猫ちゃんね、二人とも見てください、これソロって寝てるんですよ。すっごい仲良しじゃない、めっちゃ可愛いわ。仲良しすぎるやろ。ちょっと背中の毛逆立ってんのも可愛い、なんか寝癖みたい。あ、ごめんごめん、マジで可愛い。で俺も参戦してね、トリプル可愛いですよね。あ、すいませんでした、冗談です。はい、そしてこの子はいつまで上にいるんやろね、かなり居心地いいんやろな。あ、寝てるわ。そして架け橋ね、おもちゃを使ってニャンコの注目を浴びてます。見て、反応してくれてるけど、僕んとこには結局ねほとんど寄ってこられずと思ったらね、ゾロゾロに寄ってきてね、はい、遊んでもらいました。はい、スマイルアゲインさん行ってきましたよ。感想なんですけどもね、猫ちゃん可愛かったですね。まあ、あの人慣れしてる子もいればそうでもない子もいて、猫ちゃんそれぞれのね性格が知れて面白かったです。皆さんもぜひね行ってみてください。あの猫飼ってる方でもそうでない方にもおすすめやと思います。まあ一つね残念なことがあったんですけど、キジトラ柄に出会えんかった。トラ猫のねキジトラって柄がいるんですよ。僕が好きな毛並みの猫ちゃんなんですけど、そうですね、キジトラが良かったんがちょっとね、まあ残念でしたけども、まあでもね、その他いろいろな毛並みの猫ちゃん見れてきたんで、私実家にいる猫でね、猫がそのキジトラ柄なんですよ。めちゃくちゃ可愛くて、もうキジトラ柄ってもうまあその辺おるんですよ、マジで。派生の猫やから、もしかしたらその僕の時間だけいなかっただけかもしれないんですけどね。そうなんです、だから僕痛み死にそんなあるって知らなかったから、ちょっとねワクワクしましたね。最高でした。今回ねこんな感じで終わります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。